第41章キリストの誕生の印。ヒラマンの息子ニーファイは神聖な記録と聖文を息子のニーファイに委ねました。ニーファイ人は大きな印と奇跡を目にしました。それはイエス・キリストがお生まれになる前に起こると予言されていたことでした。しかしキリストが生まれる時は過ぎ去ったというニーファイ人もいました。その人たちはレーマン人サムエルの予言を信じる人々を嘲笑いました。そこでイエス・キリストや預言者を信じていた人々は何らかの理由で予言されたことが起きないのではないかと思いがっかりしました。それでも人々は暗闇のない夜が来るのを信仰強く待ち望みました。その印はイエス・キリストがお生まれになったことを告げるものでした。イエス・キリストを信じない者たちは日を決めて印がその日までに現れなかったら信じているすべての人を殺すことにしました。ニーファイは救い主を信じない人々の悪事を見てとても悲しくなりました。ニーファイは殺されようとしている人々のために一日中祈りました。主はニーファイをお慰めになりこう言われました。今夜は暗くならない。明日私はベツレヘムに生まれる。その夜は太陽が沈んでも少しも暗くなりませんでした。イエス・キリストの誕生の印が現れたのです。人々は驚きました。予言を信じる人々を殺そうと思っていた者たちは地に倒れまるで死んだようになりました。そして自分たちの悪事のために恐れました。彼らは救い主がお生まれになることと預言者たちの言葉が本当だったことを知りました。その夜は一晩中暗くなりませんでした。次の朝太陽が昇ると人々はその日にイエス・キリストがお生まれになったことを知りました。預言されたことが本当に起こったのです。そして預言者の言った通りに空には新しい星も現れました。サタンは見た印を人々に信じさせまいとしました。しかしほとんどの民は信じました。ニーファイとその他の教会の指導者たちは信じて悔い改めた全ての人にバプテスマを授けました。このようにして預言者たちの言葉の通りにイエス・キリストがお生まれになり国中に喜びの訪れがもたらされました。